俳優のムロツヨシが10月1日放送のさんまのまんま秋 SP で40年ぶりに母親と再会したことを告白しました。前回お母様、産んでくれた母君の話をしたと思うんですけど、と何気なく切り出したムロさん。2019年5月の出演時、ムロは4歳の時に両親が離婚しており、それ以来母親とは一度も会っていないといった話をしていました。その放送回を振り返って、ムロさんが話を続けました。さんまさんが、お前って気づいてるに決まってるやろって言ってくれてたんです。それでオンエアが終わってから、1週間か10日後くらいに事務所にお手紙が来まして。すかさず、明石家さんまの、嘘やん、というツッコミが入るも、軽くいなして、本当です。で、読んでみると、さんまのまんまを見て、私の産んだ子だってわかりました。お会いできませんか、って。そして実際に会ってきたと、さらりと言ったのです。さんまが、VTR 収めてないのか、それ、と突っ込むと、そこまで番組にはしないですよ、とムロさんは言います。40年ぶりの母子の再会劇という涙なしには語れないはずの物語を明るく実に軽妙に語っていました。辛いことも努めて明るく、これが喜劇役者を自称するムロさんの心情です。その実力は大泉洋から爆笑といえばムロツヨシと言わせるほど確かなものです。周りを明るくする術をムロは幼い頃から身につけてきました。舞台関係者は両親の離婚によって姉と共に父親に引き取られたと思ったらすぐに親戚に預けられ、父親は子供がいる別の女性のもとへと行ってしまったんです。家の中でも学校でも不幸なこと思われないように明るく振る舞い、お調子者と呼ばれるほど周りを笑わせてきたそう。子供の時から嫌われずに生きていくにはそうするしかないと考えていたようです、と語っています。父親が再婚すると、新しい家族の隣の家に暮らしていたが、ほどなくして父親が再び離婚しました。おば夫婦や今でも妹と呼ぶいとこと共に暮らす生活に戻る。高校を卒業すると、一浪の後に理系の難関、東京理科大学へ進学しました。いい大学に行っていい会社に入ることで育ての親を安心させようとしていたといいます。しかしここで運命を変える出会いに遭遇しました。見に行った舞台で段田康則の演技に感動し役者を目指すことを決意するのです。舞台関係者は大学入学後わずか3週間で中退して安定した人生を送るよりやりたいことをやって生きる方が育ての親への恩返しになると考え方を変えたようなのです。この頃、実の父親が抱えた借金の保証人になったことが原因で、育ての親であるムロさんの親戚が自己破産してしまったことも何か影響したのかもしれません。ムロさんはそれ以来、お父さんとも会っていないそうです、と語っています。すぐには役者としての芽は出ず、26歳になると役者仕事がゼロになりました。ここでムロさんは一念発起します。テレビ関係者は舞台関係者の飲み会に手当たり次第に顔を出し、そこでムロツヨシです。使ってくださいと自分の顔と名前を売るようになったのです、と話しています。そうした熱意が実を結び、2005年に29歳で初めての映画、サマータイムマシンブルースに出演し、その後、ドラマ、勇者ヨシヒコシリーズに出演したことでブレイクを果たしました。テレビ局関係者は、今週に初主演映画の公開が決まり、来年公開の映画も控えています。ドラマも撮影中ですし、とにかく大忙し。脇役から主演、笑いから泣きの演技まで幅広く活躍する、今の芸能界では、唯一無二の存在と言えるでしょう、と語っています。すでに人気俳優としての地位を確立したムロさんだが、それでも周りを明るくしようとする姿勢は今でも変わらないです。ドラマ関係者は、めちゃくちゃいい人ですね。
撮影のスタンバイ中って仲のいい俳優さん同士で固まることが多いんですが、ムロさんがいると初対面の人がいても自然とみんなが仲良くなるんですよね。カメラがムロさんに向いてない時こそ気合を入れて演技をして、カメラ前の俳優を笑わせにかかったりする一面も。撮影中も打ち上げでもスタッフに対するリスペクトがあって、いろんな人と会話をしている印象です。それもすべて芝居に真摯に向き合っていい作品を作ることに喜びを感じる人だからでしょうと語っています。その人柄は40年以上会っていない母親にも同様だったようです。舞台関係者は、ムロツヨシは芸名で本名を明かさないのはすでに新しい家庭を持っている母親に迷惑をかけるかもしれないから、4歳の時に自分の元を離れた母親、育ての親を自己破産させた父親を恨んでも良さそうなのに、ムロさんにはそういった暗さが一切ありませんねと語っています。そうした思いは、さんまのまんまへの出演がきっかけで、生き別れた母と40年ぶりの再会を果たした時にも変わることはなかったようです。場所は所属事務所の社長が用意したホテルの会議室。ドアが開き、年老いた母親はムロの姿を見て、やっと会えましたと口にしたといいます。そう明かすムロさんはやはりからりとしていました。さんまが泣いて、母親がごめんなさいとかと水を向けても、なかったですときっぱり。驚くさんまを前に、ムロさんは再会の時を淡々と振り返りました。お母さんとは呼べなかったんですけど、でもほんといろいろ話をして、言えましたよ、産んでくれてありがとうございますってと語り、僕は恨んでないし、この家庭環境のおかげで役者という道を選んで意地にもなれたと言ったら、よかった、そう言ってもらえてと、ぽつりぽつりと二人の会話を明かすムロさん。むやみに母が気づいてきた世界に入り込まず、再会をかみしめるのもムロ流です。できる限りこれ以上踏み込まないようにと思っていますと伝えながら、決して突き放すわけでなく、お幸せを願わせてくださいと言葉を添えて別れたのでした。どうしてもしんみりとしてしまう話だが、さんまのまんまでのムロさんは、父親役を演じる自身初の主演映画マイ・ダディの宣伝に結びつけ、しっかりとさんまを笑わせてオチをつけました。やっぱり涙で終わってはムロさんじゃないですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いいたします。